ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、3人の男の子、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。かなり特殊な怖い話もあるから、期待してくれ。それは楽しみ。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、3人の男の子、という話だ。どんなお話なんだろう？これは、なんだかじわじわと怖い、不思議なお話だ。ほうほう。それでは、早速聞いていただこう。インヒカルのラジオで、インが語ってた話、キングオブ、メディタ、端から聞いた話。小学校3年くらいの時に、大きい団地に住んでおり、その団地の子たちはみんな、自分と同じ学校に通っている。ある日、その団地の道を歩いていたら、マンション上層階の踊り場のようなところに、自分たちの団地の人間ではない、男の子3人がいた。彼らがなぜか、こっちを見て笑いながら話をしている。よく見ると指を指して、悪口を言っているようだった。その時は悪口に苛立つことよりも、あいつら誰だろうという思いが強かった。翌日、学校の友達に話すと、そいつらがどこの誰なのか、確かめようということになり、友達5人と自分の6人で、昨日彼らを見かけた現場に向かった。例のマンションの踊り場を見上げると、やはりまたいる。また3人で、こちらを指差し、嘲笑しながら話をしている。友達の一人が血気盛んにも、そいつらのいる場所へ、つかつかと上がっていった。自分たちは、とりあえず下から状況を眺めていたのだが、少しすると、あろうことか、その友達と霊の3人は仲良く談笑し始めた。そして、霊によってこちらを指さし、笑いながら話をしている。わけがわからず、また一人確認しに、友達がその踊り場へ登っていった。ところがこの友達も、前述の友達と同じように、彼らと打ち解けて談笑を始めてしまう。この調子でまた一人、また一人と、その輪に入っていき、結局、自分一人だけが残ってしまった。呆然とその状況を眺めていると、彼らは近所の空き地へ行き、ゴムボールで楽しそうに遊び始めたのだった。しばし時間が経ち、ボール遊びを終えた友達の一人に、あいつらはどこの誰なの？と聞くと、なんでもない。とだけ言われた。その一言しか言われず、何がなんだかわからぬまま、泣きながら家に帰る。帰宅後、荒ぶる様子で、母親に包丁を貸してほしいと泣きつく。なぜ？と母親に聞かれ、こ、大奴がいる、と答えた。この後、母親になだめられ、眠りについたところで記憶は終了。結局、何なのかよくわからん不気味な話。これは、確かに不気味だ。なんだかわからないけど、なんか怖いよな。うん。さて、次のお話は、ある有料物件に関するお話なのだが。本当に有料物件なのかな？それでは、早速聞いていただこう。社会人になって、1年ぐらい経った頃に起きた心霊現象を語る。俺はもともと、いわゆる、見える、人間だった。高校、大学時代に、あり余った時間にかこつけて、心霊スポット巡りとか、廃墟に突撃とか、頻繁に繰り返したりしていた。それでも社会人になり、東京の会社に就職することが決まって、きっぱりと、そんな学生気分にけじめをつけて、もっと、他人と気軽に共有できる趣味でも持とうと思っていた。早速、東京の部屋を探しに母親と一緒に、あらかじめ目星をつけていた物件を、見て回ることになった。その中でも23区内で、月5万、1K の風呂、トイレ別で、築10年ちょっと。さらにはベランダ付きの、かなりの有料物件を見つけた。他の候補もあったが、不動産会社の人も、これだけいい物件は、自分もなかなかお目にかかったことないですね。と言ってた。事故物件とかでもなさそうなんで、母親も納得して、その部屋を借りることに決め、他の人に取られないうちにと、契約を結んだ。引っ越しも滞りなく終わり、仕事が落ち着いてきた頃から、新しい趣味でも見つけようと、いろいろなことに手を出してみた。その中で俺は、料理とカメラと、ギターにハマっており、学生時代の心霊体験とか、その時はすでに自分の中では、遥か過去の思い出となっていた。
その代わり、いろんな趣味に手を出しすぎた代償として、生活は本当にカツカツだった。もともとハマった趣味のためなら、金を惜しまない主義だったので、持ってたカードの限度額は、常に上限ギリギリまで使っているようなありさまだった。もちろんそんなこと、両親には言えなかったけれど、理由をつけては、金を送ってもらったりもしていた。そんな生活が続いて、一年ちょっと経った頃、新入社員も入ってきて先輩になっても、家計は火の車だった。生活レベルは落としたくない、でも金はない。今から考えれば、この頃もまだ学生気分というか、若いからなんとかなるだろう、といった気持ちがあったんだと思う。最後に心霊現象を体験してからは、2年以上経っていたと思うが、それは突然やってきた。深夜、おそらく2時3時ぐらいだとは思うが、俺は急に目が覚めて、自分が金縛りに遭っていることに気づいた。金縛り自体は、正直嫌というほど経験してきたので、抜け出し方のコツも掴んでいた。だいたい、寝不足とかで金縛りに遭うときは、どこか一点、腕とか頭とか、どこでもいい、に力を入れて、思いっきり動かせば、解放されることがほとんどだった。しかし、金縛りの中でもいわゆる霊的な事象が絡んでいる場合は、明確な解除方法なんてなかった。死ぬほど怖い思いをして、やばいと思った瞬間に解けるとか、そういうこともよくあった。今回の金縛りは、紛れもなく後者のものだった。こういった場合にお約束で、首さえも動かすことができなかったので、目だけを動かして、あとは耳から聞こえる音を頼りに、現状を把握しようと、頑張っていたと思う。そうすると、階段を上がって、誰かが廊下を歩いてきている音が聞こえた。いや、正確には、何かの気配が自分の部屋の扉の前までやってきている、ということを、直感的に感じていたんだと思う。ここまで来て俺は、これが、学生時代に散々嫌というほど経験してきた現象と、同類のものであると気づいた。幽霊とかお化けとか、そういう類はもう卒業したんだよ、マジで勘弁してくれ、とか考える暇もなく、唐突にその気配が、乱暴に扉を開けようとしている音が聞こえてきた。鍵のかかっているドアノブを、やたらめったら回して、俺は解けない金縛りの中で、心臓だけがバクバクと、鼓動を速くするのを感じていた。するとピタリと、ドアを開けようとする音がやみ、それと同時に、その気配が玄関を入って、戸一枚隔てた俺の寝室の前にまで、やってくるのを感じた。その時、唯一動かせる目を扉の方へやると、引き戸が5センチほど開いていることに気づいた。正直、オカルト大好きだった昔撮った金塚とか、そんなものはなく、ただ、入ってくるなよ、入ってくるなよ、と、叶いもしない祈りをしながら、ひたすら怯えてた。そうしていつの間にか、引き戸から目を離せなくなっていた俺は、何か人型の黒いもやのようなものが、扉を開けて入ってくるのを、まともに見てしまった。スーッと、部屋に入ってきたそれは、俺の足元までやってきて、そこで立ち止まった。顔なんてわからないので、男か女かなんてものも全くわからなかったが、そいつが俺の足元に立って、こちらを見つめていることだけはわかった。ほどなくして、その気配はベランダのガラス戸がある方へ向かい、そのまま外へ出て行ってしまった。汗でびしょびしょになった体を起こしながら、俺はキッチンと寝室を隔てる引き戸を、確認してみた。その引き戸は、俺が最初に見た時と同じように、5センチぐらいの隙間が、空いているだけだった。心霊特番とかでもよくあるけど、こういうちょっとした隙間から、幽霊が入ってくるとか定番だよなぁ、とか思いながら、実害がなかったこともあってか、あっという間に余裕を取り戻して、もう一度ベッドに潜り込んだ。だんだんと、さっきの出来事は夢かなんかだろうな、と、勝手に結論付けて眠りについた俺は、その後またすぐに、目を覚ますことになった。状況は先ほどと同じ、はっきりと何かの気配が、階段を上って廊下を歩いてくるのがわかる。そして、ドアノブを乱暴に開けようとする音を聞くところまで同じ。ここまで来ると、正直夢であっても、早く覚めてくれという気持ちでいっぱいだった。一瞬頭をよぎったのは、今度も本当に実害がなく通り過ぎていくのか、ということだった。こちらを見つめてくるだけで済むのか、黒いモヤの正体がはっきり見えたら、そんな俺の思考はそっちのけで、謎のモヤはやはり人型のまま、寝室に入ってきた。先ほど起きた時に空いていた5センチほどの隙間は、そのままにしておいたのか閉めたのか、記憶ははっきりとしていなかったが、金縛りの中で視線だけを巡らせた結果、引き戸の隙間は、前回と同じように空いたままだった。
部屋に侵入してきたそれは、やはりベッドで寝ている俺の足元で歩みを止めた。そして、それから目を離せない俺は、黒いもやのようなものが、前回よりもはっきりとした、人の形をとっていることに気づいた。髪の長い女だ。真っ黒な髪を腰ぐらいまで伸ばした女だが、顔ははっきりとしない。完全に怯えきった俺を見つめていた女は、唐突に俺の足首をつかむと、ガクガクとベッドごと俺を揺さぶり始めた。金、返せ、返せ、金。はっきりとそんな言葉が聞こえたが、正直その時は、恐怖以外の感情なんてかけらもなく、いい歳して泣きそうになりながら、金縛りから逃れようと必死だった。その時、不意に力が入り、ものすごい勢いで上半身を起こすことができた。ベッドから転がり落ち、とにかくその女から逃げようと、顔を上げた瞬間、すでに、部屋には誰もいないことに気づいた。ふと引き戸を見ると、やはり5センチほどの隙間が空いたまま。俺は何度も戸を閉め、隙間が空いていないことを確認し、俺は再び、ベッドに潜り込もうとした。しかし、俺はその時に一瞬、寒気のようなものを感じた。もう一度部屋の中を見てみると、ベランダへのガラス戸がわずかな隙間、空いていた。さすがに、戸締まりを忘れた覚えのない俺は、誇張でも何でもなく、歯をガチガチ鳴らしながら、布団を頭からかぶって寝てしまった。結果としてその夜、女が再び現れることはなかった。朝、ベッドから起きようとした時に、足首をひねったような痛みを感じたが、特にあざやそういったものを確認することはできなかった。ただ、俺の中で昨夜のことは夢とかではなく、間違いなく、現実に起きた現象だという確信だけは持っていた。それからというものの、俺は寝る前に、寝室の戸が完全に閉まっていることを必ず確認するようになった。その時の俺が、趣味や遊びに金を使って、親から金を借りていたことに気づいたのは、多分冷静になった、翌日のことだったと思う。生活状況を改め、夢ではない心霊現象にあったことも、だんだんと忘れ始めていた頃、東京に遊びに来ていた両親、妹、おば、いとこにこの話をした。妹は、なんでお兄ちゃんそんなこと言うん？いやいや、おばちゃんらと一緒に、ホテル泊まる。とかだだをこねてたが、幽霊否定派の親父が一括して、しぶしぶ俺の部屋に泊まることになった。逆にいとこは、昔からこういう話が好きだったこともあってか、泊まりたい泊まりたいと、最後まで抵抗しながら、おばに連れられて帰っていった。親父は、死体とかをよく見る職業についていたのだが、何十年もこんな仕事してて、幽霊とか一度も見たことないわ。心霊写真とかも、何枚も見たけど全然信じられへん。と豪語していた。その後、正月に家に帰った時に知ったことだが、どうやら俺はその年、厄年、しかも翻訳、だったそうだ。幽霊を見たことと関係があるのかは不明だが、母親が偉くそのことを気にして、厄除けのお札を買ってくれた。決められた方角に向けて、玄関に貼らなければならないらしく、家に帰って早速貼ったのだが、千円そこそこのお札でも、何かとてつもなく頼りになるように、見えて仕方がなかったことを覚えている。あれからずっと同じ部屋に住んでいるが、再び、そういった心霊現象に遭うことはなくなった。今でもあの霊の正体はわからないが、あれから生活に余裕ができるようになったのも事実だ。幽霊に会うのは怖いけど、それがきっかけで生活を見直せたなら、よかったのかも。確かにな。さて、次のお話は、迷子になってしまった女の子のお話だ。ほうほう。それでは、早速聞いていただこう。小学生の頃だから、20年以上前の話です。学校が終わるといつも、自分を入れて4人で遊んでたんだ。大体公園とか神社とかで、走り回ったりミニ四駆とかで遊んでた。確か、小5の夏だったと思う。神社で遊んでる時に、泣いてる女の子がいた。なんか泣いてるのがいるな。めんどくさいから公園行こうぜ。とか話してたら、女の子がこっちに来たんだ。お母さん、いなくなっちゃった。話しかけられた時は、もう泣いてなかったけど、目を晴らして小さい声で言ってきた。多分小学校低学年で、自分たちより年下に見えたな。俺たち知らないよ。その辺で待ってれば来るんじゃね。って感じであしらって、公園行こうとしてたんだけど、一緒に探してください。って、俺の手を掴んできたんだ。振りほどこうとしたけど、すごい力で掴まれてて、驚いた記憶がある。みんなはめんどくさいなぁとか言って、関わらないようにしようとしてた。でも真剣にお願いしてるし、
手を離さないのが分かったから、ちょっと一緒に探してやろうぜ。って言って、みんなで探すことにしたんだ。女の子は、この神社にいるはずって言うから、みんなで境内を回ったんだけど誰もいない。5分もあれば、一周できる程度の広さしかないんだ。女の子には、本当にここにいるの？って聞いても、絶対いる。しか言わないから、1時間はぐるぐる回ってた。お母さんらしい人というか、誰にも会わなかった。それで夕方になってきて、疲れたし見つかりそうにないから、交番行こうって話になったんだ。そしたらいきなり、女の子が怒鳴り出した。一緒に探してくれるって言ったじゃない。あなたも私を放り出すの。みんなそんなのばっかり、嘘つき、許さない。そんな感じで突然叫んで、俺の手を離したと思ったら、道路へ走り出した。そこに車が来たんだ。間違いなく惹かれた、と思った。それなのに、車は何もなかったかのように通り過ぎていった。俺たちは、何が起こったのか全然わからなかった。4人とも、道路に女の子が走っていって、確実に跳ねられるタイミングだったことは見てる。でもぶつからず、車は普通に走っていった。急ブレーキなんかもなかった。気がつくと、女の子は道路の向こうにいた。こっちを向いて、無表情で俺を見てた。そんで次の車が横切ったと思ったら、次の瞬間にはもういなかった。ただ、道路の向こうにいた女の子を見たのは、俺だけだったんだ。あとの3人は見てないと言ってる。みんな同じ方向を見ていたはずなのに。あれおかしくね？ひょっとして幽霊？そんな話をして、俺たちは怖くなって帰ることにした。それから、俺たちは神社には行かなくなった。なんか怖いし、話にすることもあまりなかったと思う。それから1ヶ月くらい経って、俺は女の子に再会した。夏休みに家族で行った、遊園地のプールだった。波の出るプールで、一人で遊んでいる時に、急に足をつかまれた感触があった。潜ってみたらいたんだ。女の子が、水着じゃなくて、この前と同じ格好で、水の中なのに、普通にしゃがんで俺の足をつかんでる。俺はパニックになって、バシャバシャしてたんだと思う。気がついたら、監視員に助けられてた。それ以降、その女の子は見ていません。オチがなくてすいませんが、以上です。彼女は一体何だったんでしょうか？ひえ、とりあえず、語り部さんが無事でよかった。危ないところだったからな。うん。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。夜中の小学校。夏で思い出した話を問うか。俺が通ってた小学校は、休みでも夜でも、校門や昇降口の鍵が開けっぱなしだったんだ。さすがに理科室とかの高価なものがある場所は、鍵がかかってたんだけど、それ以外は自由に出入りできた。昔の話だから、今はどうか知らないけど、それで、夏になってそんな環境が用意されてるもんだから、当然、肝試ししようぜって話になった。仲良し4人で、何かありそうな場所回って、お化けとか見つけたら、写真撮って、みんなに見せびらかすつもりだったんだ。そんなわけで夜、と言っても子供だから、そこまで遅くない時間に、4人で学校に行ったんだ。詳しいことは覚えてないけど、確か保健室と理科室は、ドアの窓から覗いたと思う。それ以外は適当に回って、3階の角にあった音楽室が最後だった。音楽室も鍵がかかってるはずだったから、ここもドアから覗くことになった。ここまで何もなかったから、俺たちはもうすでに諦めムードで、カメラ係だった友達も、カメラをしまってた。でもとりあえずということで、ドアの窓から覗こうとすると、鍵がかかってるはずのドアが開いた。スライド式だったから、力をかけたら動くんだ。これは幸いと、俺たちは中に入った。この後ははっきり覚えてる。ピアノが鳴り出すわけでもなく、音楽教師の幽霊がいるわけでもなく、まあ予想のついていた結果に、俺たちは帰ることにした。でもその時、誰かが言ったんだ。バッハの目が光ってる。俺は冗談だと思ったんだ。だから、普通に振り向いた。そしたら本当に光ってたんだ。バッハじゃなくてベートーベンだったけど、確かに目が赤く光ってた。他の2人も見たようで、その後はみんな無我夢中で逃げ出した。誰かがいないとかいうことはなく、全員無事に家に帰った。次の日、今度は昼間に4人で音楽室に行った。実は、ベートーベンとかの絵と反対の壁には鏡がついてたんだ。ベートーベンの絵の方には落書きすらなかったから、月か何かの光が反射したんだろうということで、みんな納得した。
でも俺はその後授業で音楽室に行くたびに、その仮説が怪しく思えてきた。なぜなら鏡に月の光が反射したとして、その光が赤くなる理由がわからなかったからだ。赤く光を反射しそうなものは、音楽室のどこにもなかった。それにあの時俺たちが見たベートーベン、よくよく思い出すと、違うポーズをしていた気がするんだ。手のひらをこっちに向けているような。趣味。俺はかなりの変態だ。どのくらい変態かというと、自分の性欲を満たすために引っ越ししたくらいだ。先月からは、女子大生が多く住んでいるマンションに越してきた。マンション内の、ゴミ捨て場すぐ隣の部屋が空いたのだ。ここならドアの覗き穴から、誰がゴミを捨てに来たのか簡単にチェックできる。ゴミ捨て場の状態は頭に入れているので、顔さえわかればいいのだ。そう、俺の性癖は他人のゴミ漁り、もちろん可愛い女限定だけど。おや、こんな夜中に誰かゴミを捨てに来たようだ。やった、いつもの美人さんだ。この人は本当にタイプで、一番お世話になってる。早速捨てたゴミを部屋に持ち帰る。何が出るかな？何が出るかな？ん？ゴミ袋の中にまたゴミ袋、そのゴミ袋の中に、さらにまたゴミ袋。これは経験上、パンツや下着の可能性が高いぞ。最高だ、それにしてもどれだけ厳重にしてるんだ。何重にもなっているので、俺はカッターで一気に引き裂き、ゴミ袋を逆さにして中身を出した。すると、ゴミ袋の中から、薬指に指輪をつけた、血だらけの左手がボトッと床に落ちた。子さんの先輩。直接体験というにはちょっと微妙だけど、実は、長い上にあまり怖くないし、文章も下手なんで、嫌な人はスルーしてください。10年くらい前、俺がまだ修行僧だった頃の話なんだが、大学を卒業したものの、就職に失敗して、当時はいわゆる就職氷河期、しばらくフリーターしてたんだが、じいさんが寺の住職だったこともあって、親父に坊主の修行でもしてこないかと言われた。将来に不安もあったし、まあダメだったら、またフリーターに戻ればいいや、という捨て鉢な気持ちで、N 県の修行寺に入った。最初は修行生活きつかったんだけど、恐ろしいもんで、人間どんな環境でもなれる。半年もすると、案外普通に修行生活に順応してしまうもんだね。当時、俺の先輩に、D という人がいた。この人はゼロ感の俺と違って、霊感ありの人らしい。がたいがでかくて、彼女持ちのこの子さんの先輩に、童貞なことをからかわれたっけ。ある日の朝方の寒、掃除、の時に、D 先輩が寺の山門の脇を指さして、そこに黒い影がうずくまってるな。これは枕用が入るかもしれん。と、先輩がさらっと言った。ぎょっとして見てみるけど、俺にはそんなものは見えない。それに、日常の会話と全く変わらないトーンで言われたので、俺は、冗談にしてはきついこと言うなぁ、とスルーしてた。そんなことをすっかり忘れて、夕飯になった時、上の人から、今夜枕用があるから、〇〇とバツバツ、三角はついてくるように、と言われた。その時に俺は、D 先輩の話を思い出してゾッとした。対照的に、D 先輩は平然としてたような気がする。ちなみに、その後にもそれと同じようなことはもう一回あったんだが、黒い影ってのは、過去ログでよく出てくる死神的な存在だったんだろうか？でも、なぜかわからないんだけど、悪いものには思えないんだよね。いや、特に根拠はないんだけども。多分失礼しました。ちなみに今でも坊さんやってます。中央線。階段っつうか、別の意味で、シャレにならんかった話を一つ。とりあえず幽霊とか、そういうのは出てこない。東京に住んでる人ならわかると思うけど、JR 中央線ってあるじゃん。あそこ、アホみたいに頻繁に、人身事故が起こるんだよ。霊が呼ぶとか、そういうことももしかしたらあるのかもしれないけど、根本的には、今時、電車に対してむき出しのホームのせいだと俺は思ってる。いい加減、西武線みたいに、自動ドア式の壁作ってほしいもんだが、まあとりあえずその件は、今は置いておこう。俺は仕事の行き帰りに、中央線の貿易を利用してるわけなんだが、夜ともなると、疲れたサラリーマンやら、酔っ払いやらで、駅のホームがごった返してるんだ。その日俺が並んだ列の先頭にも、仕事帰りのおっさんがいた。よりによって、そいつはかなり深酒をしてるのか、ふら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 してるんだよ。しかも電車が気になるのか、白線よりも前に出て、線路の方に体を乗り出してみたりもしてた。
そんな状況に気づいてしまったもんだから、俺も気が気じゃなくなってしまい、本当にいざという時は、おっさんの腕引っ張れるように身構えてたんだ。そのうち、独特な振動とともに電車が来て、俺はいよいよ、おっさんの立ち位置に集中し始めた。結末から言えば、おっさんは何ともなかった。というより、酔いなんか一発で冷めたと思う。なんせ、俺やおっさんの少し隣にいた女が、飛び込みやがったんだ。正直あの時は、混乱するとかどうとかよりただ、そっち?って頭の中で突っ込むしかできなかったよ。変な電話。宿泊施設で働いているのだが、昨日来た電話が変だった。お電話ありがとうございます。〇〇です。ご予約でしょうか?人間ですか?人間なんですか?ん?人間なんですか?もしもし?人間なんですね。では伺います。ここで電話が切れる。予約用の紙とボールペンを持ったまま、呆然としてしまった。何が来るんだろう?何が来るんだ?謎すぎるよな。なぜ必要に、人間かどうか確認するのか。さて、次のお話は、ある危険な場所に関するお話だ。どんな場所なんだろう?それでは、早速聞いていただこう。地元にある、前、墓園ってとこで、自分と友達が体験した話。自分の人生の中で、唯一と言っていいくらい、はっきり異常だと言い切れる、おかしな体験だった。そこは、そこそこ大きな下り峠の中に、墓園を作ったような場所で、それなりに、いろいろな噂はあった。夏になれば、自分も友達と一緒に肝試しをしたり、写真を撮ったりしたけど、一度も心霊的なことは、起こらなかった。そんな夏が過ぎた冬のある日の夜、遊びに行った帰り道、友達とチャリを押しながら、近道なるし墓園通って帰ろうや、という話になった。墓園は結構急な登り道なだけあって、確かに近道になる。二人でチャリを押しながら、墓園に入っていった。世間話をしつつ、墓園の中の車道を進む。ここは基本的に明かりがないので、車が来たらすぐにわかる。中ほどまで進み、街灯が全くない曲がり道に入ったあたりで、何かがおかしいことに気づく。自分たちの周りが、異常なまでに暗い。暗いなんてもんじゃない、ほとんど視界がゼロ、手元以外何も見えない。本当に何も見えない。いつの間にか、会話がなくなっていた友達に声をかける。友達の顔も真っ暗で見えない。なあ、そこおるよな?うん、おるで。ちょっと暗すぎへん。やっぱそうやんな。なんかおかしない?おかしい、おかしいでこれ。絶対におかしい。いくら夜で、街灯がないからって、ここまで真っ暗になるなんておかしい。とにかく前に進むしかないと思っていたら、今度はなんか、ぐにゃぐにゃした感覚がする。目の前がモザイクかかっているみたいに、ぐにゃぐにゃしてる。なんかぐにゃぐにゃせん?する、めっちゃ気持ち悪い。なんかもう、自分がどの方向に進んでいるのかがわからなくなってきた。というか、前に進んでいるのかどうかもわからなくなってきた。そのくらい真っ暗。そして、ここからは、今思い出しても鳥肌が立つんだけど、急に、もう動きたくない。ここにいたい。もう何もしたくない。っていう感情が、どんどん湧き上がってきた。自分の心の中が、そういう感情でいっぱいになってしまった。ごめん、ちょっと止まろう。あかん、進もう。ちょっとだけ、俺もういやや。あかんて、手に力入れて進むねん。友達のその声と、チャリがあって、本当に良かったと思う。俺はもう目を閉じて、チャリを押すことだけ考えた。ハンドルを強く握って、チャリが前に進んでいるという感触をひたすら感じて、自分に、帰る、家に帰る、帰る、と言い聞かせた。そして友達の、明かりや、という声で目を開けた。前に街灯が見える。俺たちはそのままのスピードで、街灯の元まで行った。そして二人で、何やったん今の?マジで何?なあ。意味わからん、意味わからん。今来た道を振り返る。相変わらずその道は真っ暗で、とてもとても、そこにまた入っていく気にはならなかった。俺たちはチャリに乗って、ダッシュで家に帰った。月日が経って、免許を取り、車で友達を複数人連れてその道に行ったけど、あの時の暗さは、結局一度も体験できなかった。今でもその友達とは、あの時の話をして盛り上がる。後日談として、とても興味深い話が一つあって、その墓園のすぐ近くにある、賢い方の高校に通ってた友達が、担任から聞いた話。その担任は、アメフト部の顧問をしていて、
昔はその母園でランニングするのが、メニューになっていた。ある日、ランニングに行った部員が、いつまで経っても帰ってこない。顧問が様子を見に行くと、アメフト部員が何人か座り込んで、全く動こうとしない。話を聞くと、腹が減った。飯が食いたい。どこも行きたくない。としか言わない。すぐに他の部員に、たらふくおにぎりを買ってこさせ、それを食べさせると、大量のおにぎりをバクバク、あっという間に食べてしまった。そして、ケロリと元気になったという話。部員がふざけている様子は、一切なかった。顧問はこれを、ひだる神の仕業だとして、代々生徒に話しているそうな。自分たちがした体験とよく似ていたので、この話を聞いた時は、少し鳥肌が立った。あの時は全然お腹は減らなかったから、ひだる神と関係はないかもしれないけど、長々と失礼しました。なんだろう、そういうエネルギーがある場所なのかな。そういうことなのかもしれないな。確かに、危険な場所だ。さて、次のお話は、あるものと、どうか、してしまうお話だ。どうか？それでは、早速聞いていただこう。ちょっと長いんだが、聞いてくれるか。てか勝手に書くわけだが、2週間くらい前？だったか、瞬間的豪雨？ゲリラ豪雨？なんか唐突に、やばい雨降るやつがあったんだが、その日学校は期末考査で、午前中だけだったから、俺午後には家にいて、勉強もせずに、漫画読んで充実してたのよ。でしばらくして、勉強でもすっかなー、って思ってたら、窓からバリバリバリって音すんの。おったまげて飛び起きたら、例の雨だった。いつもの俺なら、めんどくせえな、って外に出ようなんてバカなことは思いつかなかったが、その時の俺は、なぜか意気揚々として、傘をひっつかんで外に出ていた。なんかな、近所の池が決壊するところを、無性に見たくなったんだよ。そいで外に出た瞬間には、激しい雨ですでにびしょ濡れで、普通もういいや、行かねえってなるはずなのに、俺、全然颯爽と歩いてんの。自分でもあれ？って思ったのは覚えてる。で、3メートル先も白く霞んで見えない状況なのに、さらっと池に着いたのよ。俺すげえって正直思った。その池はそんなでかくねえんだ。形は瓢箪型でちょっとくびれてて、そのくびれに橋がかかってんだ。それで、橋で二分された池のでかい方には、しだれ桜が一本だけ生えてる島があって、春には、生めかしい感じで咲くの。雰囲気あるんだ。まあ今夏だから、桜の黒っぽい葉が茂ってて、なんかワカメっぽかった。池の縁にもソメイヨシノが植えられてるんだが、それもワカメっぽかった。話戻すけど、池が決壊してないのを見てがっかりした俺は、橋の真ん中に立って、そのしだれ桜をなんとなしに見てたんだよ。視界が雨でぼんやりしすぎて、あまり見えなかったが、ほんとぼーっとしてたら、雨が唐突に少しだけ軽くなったんだ。それと同時に、少しだけクリアになった視界に、女の人が映ったんだ。こんな土砂降りの雨の中、物好きもいるもんだな、なんて、自分を棚に上げてハッとした。その女の人は、薄ピンク色の着物を着ていた。そして、角張ったフォルムの傘はきっと番傘。雨で白く霞んで細部は見えないけど、顔の白さがこっちを向いていることを示していた。別に怖くないんだ。表情も見えないし、感情も全く読み取れないから。単なる通りすがりの人って感じで、興味も湧かなかった。だからしだれ桜を見ていた時のように、ぼーっと見てた。感覚が麻痺ったみたいに、ぼんやりしてた。ただ、黒々としたしだれ桜の上に止まっていた鳥たちの視線は、痛いほどに感じていた。そして雨が弱まるまで見つめてたんだが、あと少しで顔が見える、というところで、その人は去っていった。ただただ奇妙で、小説みたいで、俺は感動した。それからだ、確実に今まで見えなかったか、意識しなかったかすかなものを見出したのは、見出したと言っても、怖くはなかった。見てはいけない感じもしないし、感情も読み取れない。ただの通りすがりって感じでさ。というか、足しかわかんねえんだ。見えてないとか、全員足だけのなんか、というわけじゃないぜ。俺の意識が、足あたりまでしか認知してないって感じなんだ。とりあえず、生きてる人間ではないってわかるんだ。ぼやけてたり半透明だったりするわけじゃないけど、なんかくすんでるんだ。正直、ちょっとした非日常に、ワクワクしてたんだ。だけど最近、違和感を感じた。見える部分が、だんだん大きくなってきていることに気がついたからだ。でもやっぱり怖くないんだ。本当に通りすがりなんだよ。俺にとっても、彼らにとっても、
俺はだんだん、そいつらの感覚が手に取るように分かってきた。その感覚は、俺が彼らの目線に立って、でなく、俺の目線が彼らになって、って感じだ。一番しっくりくる表現は、俺と彼らが同化するという感覚だ。俺が俺を怖がらないように、俺は彼らを怖がらない。俺は一体誰なんだ？誰の思考で動いてる？このまま意識の同化が進めばどうなる？俺は奴らと同じになるのか？同じってなんだ？死ぬのか？奴らの全身が見えた時、俺はどうなる？同じような奴ここにいないか？どうなるんだこれ？誰か教えてください。どうなるんだろう。なんか、ちょっと危ない気が。そんな気がするよな。もし、同じような体験をしている人がいたら、要注意だね。うむ。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。